の夜は絶対寝ないでサンタさんを待ってるんだ。生徒会の皆様、本当にありがとうございました。相談に乗っていただいた件ですが、結論から言うと玉砕しました。彼氏ネトゲ中毒だから、デートの待ち合わせは基本サバ上で会話はチャット、年に2回の外デート以外はゴロゴロしているのだけど、これでリア充？お気楽な派遣のコンパニオンなんてそんなもの、若さだけが売り物になる今のうちにせいぜいいい気になってればいい。すぐへこたれちゃうかもしれないけど、頑張ってる自分のことはちょっとだけ好きになれるから。女の子って可愛くなりたいって思うと強くなれるんです。あれでは独裁者と同じです。あなたは団長の器ではない。長政様ならもっと上手に。メグさん、マヤさんには以心伝心のチームワークがあると思うので、リゼさんに任せて隠れているんです。あ、そうだ、ティッピーは人前で濡れるの嫌がるので預かっててくれませんか？そうでした。名づかり未来です。硫酸女子1年演劇部、よろしくお願いします。そんなはずはありません。この船のアルドノアは姫様が起動したのです。姫様が生きている限り他人が勝手に止めることなどできません。怪獣さん、ごめんなさい。ノエルのせいで。怪獣さん、この前習ったの、でもまだ上手に弾けないんだ。ゾンビ、ゾンビ魔法いいな。移動がめんどくさくない。まあいいや、この子の整備しよう。お、マジカル。ご自分の立場や命が危うくなろうとも常に姫様のためを願っていました。姫様が目覚める日をずっと信じて。圧倒的な力の不条理に対して、そのたった一つのちっぽけな力で逆らう、すなわち英雄の一撃。英雄に憧れる君にぴったりだろ。そうだ、お前にだってあるだろ。だからその歌で月の破壊を食い止めてみせた。その歌でシンフォギアで戦ってみせた。そう、器の大きさにだ。断じて浮ついた感情ではない。そもそも黒峰朝日は白髪陽子のことがだな。そしておそらく白髪陽子も黒峰朝日のこと。うん、学園生活部の。嘘、ミキちゃんだからミーくん。うん、ミーくんって頭いいんだよ。もちろん兄様はお強いので心配など無用とは分かってますが、もしもということもあるのです。そう、もしもといえば、万が一変な虫がついてきたらどうするのです。ああもう、やっぱり心配なものは心配なのです。お前たちが連れ去ったあの子のことじゃもん、絶対に渡さないじゃもん、変身するんじゃもん。今日は橋の向こうのスーパーが特売なの。お一人様1パックで卵6個50円なんだよ。往復3キロ歩くからね。実は洗濯機が壊れてしまいまして、修理の人が来るのは明日になるらしいので、洗濯するならコインランドリーに。あれ、ココアさん。君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を。